どうしても話しておきたいこと。どうしても話しておきたいこと。なんかさっきすごい深い話しちゃったね。そうですね。あ、でも私一個あるな。お、何？あの、うん、デビュー前、研修生だった時代に、うん、先輩の衣装を借りて、うん、あのライブとか発表会とかやるじゃないですか。新人公演とかね。やってたんですけど、うん、あの時に私マロンさんの衣装を着たことがあったんですよ。そうなの、はい、初耳。あれ結構なんだろうな、どこのグループの何の衣装とかじゃなくてランダムなんで結構、うんうんうん、まあもちろんみんなで系統が一緒って時もあるんですけど、そのランダムだった時もろさんの衣装だったのに、私それに思いっきり醤油飛ばしたんですよね。すんごい怒られたんですけど。いい話温めてるじゃん。いや醤油何その話、面白い。あのなんかこう羽織パーカーとか、うんうん、汚れないようにしなきゃいけないじゃないですか。言われるもんね。言われるから衣装で食べるなって、みんなこうやってねタオルかけたりしてね、やってたんですよ。で本当に本当にタオルはかけてたし汚れないようにしてたんですけど、こうお弁当の醤油ピッて開けたのが見事にあの予期してないなんか下のこの辺ズボンとかにピッて飛んで、結構なんだろうな、色味的にも分かられるような感じだったんですよ、うん、でやっちまったなと思ったんですけど、ここで私は嘘をついても自分で処理はできないし、うん、嘘をついても結局怒られるし、うん、素直に言おうと思ってその時に言ったら、あの先輩の衣装なんだからなんかそういうことばっか繰り返すとお前はデビューできないぞって言われて、すっごい怒られて、トラウマになる。本当にもうそれ以来超怖くて、もうなんかもう完全防備で、すごい、もうカッパ着て食べるぐらいだよね。本当にその息でしたね。すごい。それはもうあの謝らなきゃいけないなって。言えてよかったね。言えてよかった。こんなタイミングなきゃ言えなかったです。見たかった。いやーいやいやいや。本当に、はい。すごい話を持ってた。